有働駅は愛知県岡崎市有東町山の上にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH16。普通列車のみが停車する。manacaの対応駅で集中管理システムにより無人化されている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。上下線ともに東岡崎方に駅舎を有し、互いのホームは5線橋でつながっている。ホームは6両分。かつては時間によって駅員が配置されていたが、現在は無人駅で駅集中管理システムが導入されている。東、岡崎、豊橋方面のみトイレが設置されている。自動販売機は改札外に設置されている。1992年頃から近隣の矢作西小学校の児童が登校の際に駅構内の架線橋を通るようになり、専用の通用口が設けられている。有働駅の年間乗車人員の水本駅は住宅街に立地するものの、駅南側に小規模な商店が集積し、北側には郵便局や信用金庫といった金融機関がいくつか見られる。駅の南西方向を少し行くと、隣の新安城駅まで続く田園地帯が現れるが、住宅街に隣接する区域は一部で宅地化されつつあるところもある。駅そのものは岡崎市内に所在するものの、駅舎のある有東町は安城市域に食い込む形になっているため、北部、南部で安城市に挟まれており、安城市民の利用も少なくない。2014年10月1日より、駅南2分ほどの位置に安城市コミュニティバス、アンクルバス東武線が乗り入れている。ありがとうございます。